ドイツの政治家。所属政党は、ドイツキリスト教民主同盟。2009年10月より2013年12月まで、第2次、メルケル内閣で、首相府長官を務めた。ノルトベスト・ファーレン州ベーツェに生まれる。1975年に、中東教育修了試験に合格し、クレーベの専門高校で、社会教育学を学ぶ。 1977年に同校を卒業後、デュッセルドルフ高等専門学校で社会教育学を専攻。1981年に卒業後、ケルン大学で法学を学ぶ。1987年に第一次司法試験に合格。収集の後1991年に第二次司法試験に合格し、弁護士免許を取得。 エッセンの法律事務所に勤務。在学中から地元の企業の金銭援助を受けていた。1975年にドイツキリスト教民主同盟に入党。同党の青年団組織、ユンゲイユニオンで活動し、1986年から1992年まで、その集代表を務めた。1979年から1992年まで、 地元ベーツへの軍議会議員を務め、1992年まで、その党議員団長を務める。1990年に、ドイツ連邦議会選挙に初当選。1991年以降、クレーベ地区の党代表。1995年、党のノルトベストファーレン州代表部入り。2000年からは、ニーダーライン地区党代表を兼ねる。 ノルトベストファーレン州議会選挙の3日前の2000年5月、州検察当局に脱税容疑で告発された。妻の1993年から1997年の間の70万ドイツマルクの収入を申告していなかった容疑がかけられた。不逮捕特権が停止され、自宅や事務所、銀行が家宅捜索を受けた。CD は、 ドイツ社会民主党の影響力が強い州、検察当局による政治的捜査であると批判した。後半は証拠不十分により停止された。後のクレーベ地方裁判所の調査で家宅捜索には容疑が不十分で違法捜査だったと結論付けられた。ただし、ポファラとシーディは連邦憲法裁判所に提訴したが、棄却されている。 2004年から2005年にかけて、ドイツ連邦議会党議員団長代行を務める。2005年12月から、当事務局長を務める。2009年10月、総選挙後の連立組み替えに伴う、第2次、メルケル内閣の成立に伴い、首相府長官として入閣した。2013年12月の、第3次、メルケル内閣成立に際しては留任せず、 すべての公職から離れることを表明した。2014年末にドイツ連邦議会議員を辞職し、翌年1月にドイチェバーンに入社。同年8月には同社取締役に就任し、政府へのロビーングを担当する。現在は3番目の妻と暮らしている。子供はいない。ラインラント福音主義協会に属していることを明らかにしている。この教会は、 ドイツ福音主義教会に加盟している宗教会である。選挙区のクレーベは、ローマカトリック教会が6割以上を占め、ラインラント福音主義教会に属する市民は15%ほどしかいない。ありがとうございます。